The Almighty 稲妻将軍様を英語だとオールマイティ将軍と言う。私が来た ハロー、こんにちはニーハオ、皆様、マスセクのあっときでございます。今回も、原神で学ぶ英語の授業をやっていきたいと思います。今回見ていく動画はですね、前回の方で、えー、生配信公式の方でね、出してくれた、えー、バージョン2.0の PV の方を見ていきたいと思います。でね、今回は英語の授業とともに、日本語版の、えー、PV と英語版の PV を見比べて、まあ、ついでに、えー、ストーリー上でどんな話が起こるのかっていうのを、えー、一緒に見ていく。 っていうのも、えー、ついでに一緒にやっていきたいなと思います。というわけで、まず、まあ、皆さん一回は見てるでしょうけれども、とりあえず日本語版の方をね、佐々に一回見ていただこうと思います。それでは、どうぞ。今度は自由の国。リーユエは契約の国。そして稲妻は永遠の国なんだ。将軍様。彼女には感情がほとんどなく、様々な形で永遠という唯一の目標を実践しているようでした。 君たちをライデン将軍のところまで導く術はあるだがその前にもう一つ2人には来てほしい場所があるんだ人の願いが一定の強さに達した時神の視線がそのものに降り注ぐ言い換えれば神の目はそのものの願いを代表している とりあえず一旦はここまでで、えー、今からのの部分まのの英のの方を先に一回見ていきたいなと思いまので、その後の英語の授業をやっていきましょう。それではどうぞ。の国の国のの国の国の国国の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 国国の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 の国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  I know of a way to introduce you to the Raiden Shogun. But before that, there is one other place I was hoping you both would accompany me to. When a person's ambition reaches a certain strength, the gods look upon them with favor. In other words, a person's vision represents their ambition. というわけで、ここまでのところを英語の方で見てもらいました。それではまず、英語の授業を早速やっていきましょう。この部分なんですけれど、まず、モデスタッドっていうのはなんでかっていう、なんだっていうと、あの、モンド、これ英語名称ですね。これ英語名だとめちゃくちゃ長いんですよ、モンドって。あの、な,なんでこうなってるのか正直わからん。で、モンドは City of Freedom。まあ、自由の都市。まあ、ンティは自由を司る神様だからね。で、次、えー、それと同じように、えー、後ろ。 t city of contract リウェイは契約の年まあこれはここまではもうみんなわかるよねで次 as for 稲妻 as for っていうのはどういうかっていうどういうううど意味かっていうと何々はどうかというとっていう意味でまあこの場合だと稲妻はどうかというとっていう表現になりますまあこれは as for っていう2つの単語を組み合わせた時のフレーズなんでぜひ一緒に覚えてくださいで次 It's known as the nation of eternity というところで、えー、永遠の国として知られているっていうのがここの文の和訳になります。It's known as っていうのは何々として知られているっていうフレーズなのでこれもぜひ一緒に覚えてください。めちゃくちゃ汎用性が高いです。さあ、それでは次。 フォーカス・エクスクルーシー、あ、待って。あの、この部分の前に、あの、僕、動画の方でふざけて、オールマイトの,あのカットインを挟んだと思うんですけど、そうなんです。あの、将軍様、あの、稲妻将軍ね。英語版だと、オールマイティ将軍って言われるんですよ。オールマイト将軍ですね。あの、日本語で言うと。で、なんでかっていうと、まあ、多分、将軍様っていう様付けっていうのが、あの、英語だとなかなかできないので、ただ将軍っていうだけだと多分、権威が、なんか凄さ、 みたいなのが伝わってこないので、オールマイティ神のように全知全能な、えー、将軍っていうことで、えー、将軍様っていうのを、えー、英語なりに表現しようとしたら、えー、たオールマイト将軍が出来上がってしまったという、えー、ちょっと謎な話になりますね。はい。で、a l m i g h 将軍は <laughs> 何を考えているかっていうと、えー、Focus exclusively on her single goals of implementing eternity というところで、 え、どういう意味か。まあ、一個一個単語見ていきましょう。focused っていうのは、集中するっていう意味ですね。何か一個のことにフォーカスする。で、exclusively っていうのは閉鎖的にっていうか、まあ、ここは閉鎖的にととりあえず書いたんですけれども、まあ、何か一個のことを、ま、個人の力で成し遂げようとしてるっていう意味で、閉鎖的にという単語をちょっとここで選ばせてもらいました。で、え、on her single goal ということで、え、彼女の一つの目標。で、 インプリメンティングっていうのは、えー、実行する。まあ、ここは実行するっていうか、あの、叶えるっていう表,表現の方が近いのかなどっちかっていうと。本来、インプリメントっていうのは、なんか政策を実行するみたいな意味なんだけれども、ここだと永遠を実行するっていう意味だとちょっと納得がいかないので、まあ、永遠っていうものを成し遂げるようにしたいっていう意味で、えー、ここの場合だと、えー、こういう翻訳になります。で、まあえー、これをまとめて組み合わせると、えー、彼女は自分の一つの目標である永遠を、 叶えるために、集中して活動に取り組んでいるみたいな感じの表現になります。はい。で、次、トーマのセリフになりますね。I know of a way to introduce you to the l y d e n s というところで、私はあなたをライデン将軍に紹介する方法を知っている。 っていう意味になります。で、まあ一個一個単語見ていきましょう。な、no、お、まあこれは中学校英単語だね。あの、知るって意味になります。で、away っていうのはまあ一個の方法で、で introduce っていうのはまあ自己紹介で使う通り、紹介って意味です。で、これをまあ組み合わせると、私はあなたを来年将軍に紹介する方法を知っています。っていう表現になります。 で、次、えー、ここ。まあ、ちょっと、これのカットインの一個前に、本来、but, before that っていう表現が入ってるんだけれども、えー、but っていうのは、えー、何か話題を切り替えるときに使うけれども。で、before っていうのは何々の前。で、that っていうのはその。だから、けれども、その前に。だから、これさっきの文とつなげると、えー、ライデン将軍にあなたを紹介する方を知ってるけど、その前に何をしてほしいのさあ、後ろの英文見てみましょう。There is one other place I was hoping you both would accompany to me っていう表現があります。で、どういう意味かっていうと、there is one other place まあ、そこにはもう一つ違う場所。I was hoping you 私は希望する。何を希望するあなたたち二人が you both you both まあ、多分ここはあの主人公とパイモンに行ってるんでしょうね。だから you both であなたたち二人っていうのを対象にします。で、woth accompany me to っていうのは、えアカンパニーっていうのは、ハンターハンター見たことある人がわかると思うんですけど、あの、同行するっていう意味ですね。あの、何かについていくみたいな表現で、ウォー d アカンパニー a ーっていうのは、なんでここで w ー r が入ってるかっていうと、まあ、ああの、ついてきてくれると嬉しいなっていう、あの、今はまだや行ってないんだけれども、願望的な話をするときに、えー、前に w ー r っていうのを、えー、つけます。あの、これは英語の文法で習うやつやね。うん。で、 ま、ここ複雑なことはあまり言いたくないので、まあ、とりあえず大体こういう理由でボードがつくっていうのだけは言っておくんだけれども、まあ、これの文をつまり組み合わせていくと、えー、もう一つ違う場所があって、私は、あなたたち二人が、あの、僕についてきてくれるのを、え、希望します。まあ、希望、まあ、あの、お願いしたいなっていうのが、ここにおけるトーマの文。えー、次のバーン、ばー次のシーンですね。When a person's ambition reaches a sitting strength. っていうところで、えー、まず、when。when っていうのは、まあ、基本的に、あの、いつっていうのを聞くときに使う単語、もしくは、関係代名詞で、何々してるときっていうのをつなげる単語になります。で、ここは、あの、ちょっとこのシーンだけだとわかんないんだけど、えー、後ろにハテナマークがある文ではないので、ここは何々のときっていう関係代名詞の役割を行います。 で、何してるとき ?person's ambition 人の野望。ambition っていうのは野望って意味ですね。まあ、人の目標っていう捉え方でもいいです。なんか日本語で野望って言うと、なんかどうしても悪いキャラクターの目標のように捉えちゃうけど、まあ、まあ、これは、あの、そういうわけではないです。はい。で、えー、r i g h e s っていうのは、何々に届く。で、certain 何々に届く。で、一定のとある部分までの強度。つまり、これを1個の文にすると、 人の野望がある一定の強度、まあ、ある一定の、えー、望みの強さまで届いたときっていうのが、えー、ここの英文の意味になります。で、届いたときどうなるのっていうと、後ろの文。The God look upon them with favor っていう、えー、届いたときに、えー、神様は、えー、行為をもって、あなたたち、その人たち、them って書いてあるので、そのある程度の野望を持っている人たちの、えー、ことを、えー、行為をもって、 見てあげることができるよっていうのが、ここの文になります。はい。で、えー、次。in other words. まあ、えー、こっちをこのカットには入れたいんですけども、さっきのカットで、in other words っていうのが入って、別の言葉で言えば、a person's vision represents their ambition。人の髪の目は、その人の持ってる髪の目は、その人の、え野望そのものを表しますっていうのが、ここの文の意味になります。はい。ここまでが、ワンカット。 まあちょっと、え情報が一気に入ってきましたね。なかなか難しいところではあります。正直、ストーリーがどんな風に組み合わさっていくのかは、 この段階じゃまだまだ分かんないところが多いので、まあ、ちょっと、これがどういう意味になってくるのかっていうのはゲームをやってからお楽しみですね。全く原神は素晴らしいゲームだぜ。動画の尺の都合のため、今回の動画はここまでになります。で、えー、次回からはね、これの続きの分の、えー、バージョン2.0の、えー、PV の方を見ていきたいと思います。えー、次回の方はね、えー、すごく深い内容になっております。よかったらぜひ見てみてください。大体どのくらい深い内容かっていうと、ちょっとネタしをすると、ワンチャン主人公が稲妻で神の目を作ることになるかもしれないっていうとんでもないネタ ネタバレ要素が秘まったまった？秘めた内容のものになっておりますよかったらぜひそれでは次の動画でまたお会いしましょうサラダバーはい皆さん今日も動画見ていただいてありがとうございますありがとうございます,います、えー、僕たちマスティックの動画楽しんでいただけましたらチャンネル登録グッドボタンコメントとよろしくお願いいたしますまた次の動画でお会いしましょうバ,バイバイバ